はい、どうも皆さん、こんにちは、池です。さあ、今日はですね、前回の続きになります、エンジンの組み付けですね。これをやっていきたいなと思います。はい。前回は腰下の組み付けですね。はい。オイル漏れがあったであろう腰下の方ですね。そちらの方の、組み付けの方が終わりまして、で、シリンダーヘッドのね、分解までは終わっております。なので、今日はその続きですね。はい。そちらをやっていきたいなと思います。それでは、やっていきましょう。ということでですね、今日はですね、前回の続きになります。今回は、シリンダーヘッドですね、こちらの方を、きれいにして、それから、組み付けの方をやっていて、エンジンを完成させていきたいなと思います。はい、それではやっていきましょう。はい、これでですね、一応きれいになりました。はい、洗浄かけましたね。中はまあまあそんなに汚れてはなかったんですけども、はい、この辺のカーボンですね、この辺も綺麗になりましたし、まあ、ここはね、イン側なんでいいですけども、このアウト側ですね、はい、ここもね、綺麗にカーボン取れましたんで、この辺のね、油汚れも取れました。はい、しっかりと綺麗になりましたんで、続いてはね、マスキングして、塗装していきたいと思います。さあ、それではですね、養生が終わりましたんで、塗装していきたいなと思います。で、こちらシリンダーもですね、同じように、洗浄して、養生終わりましたんで、2つもね、同じように拭いていきたいと思います。さあ、塗装していきます。さあ、それではですね、塗装の方が終わりましたんで、早速ですね、バルブの方を組み直していきたいと思います。で、バルブの方はですね、一応こちらカーボンの方は取り除いておきましたので、交換する部品は、こちらですね、はい、バルブシールですね、こちらの方を交換していきたいと思います。さあ、組む順番と逆ですね、それの順番に沿って、組み直していきたいと思います。さあ、まずはですね、イン側から組んでいきたいと思います。さあ、早速ですね、こちらですね、バルブシールを入れたいと思います。さあ、シールの前にですね、こちらですね、はい、この金具をね、先に入れなきゃダメですね。これを入れてから、シールですね、はい、入りました。それではこれを入れますね、バルブを入れて。さあ、続いてはね、スプリングです。スプリングはピッチが小さい方が下ですね、下向きです。はい、両方ともそうですね。はい、この順番で入れます。続いてはこちらですね、この上の蓋の部分かな、これを入れます。そして、この専用コンブで下げていきます。さあ、続いてはこのカラーですね、これをつけていきます。はい、これでですね、カラーの方が入りましたんで、バルブの方が復活しました。はい、反対側もやっていきたいんですけども、その前にですね、パーツが混同してもあれなんで、このロッカーアームですね、これを入れていきたいと思います。さあ、それではですね、こちらロッカーアーム入れていきたいと思います。さあ、ロッカーアームの方が入りましたんで、続いてはですね、このシャフトを入れていきます。はい、これでですね、ロッカーアームの方が入りましたんで、反対側ですね、アウト側やっていきたいと思います。さあ、それではですね、こっちもね、組んでいきたいと思います。まあ、先ほどと同じですね、はい、これを入れて、はい、シールですね、新しいシール、はい、シールを入れます。
はい、これでですね、カラーの方も入ってバルブの方が収まりました。それではですね、こちら側もロッカーも入れていきたいと思います。さあ、シャフトの方を打ち込んでいきたいと思います。はい、これでですね、両方とも取り付けが終わりました。ロックアームですね。はい、バルブの方もね、取り付けが終わりましたんで、続いてはですね、カムシャフトですね、これを取り付けていきたいと思います。さあ、それではですね、カムシャフトを戻していきたいと思います。まあ手順は一緒ですね。はい、この状態で戻していきます。はい、これでね、カムシャフトの方が入れましたんで、これで蓋しておきます。はい、これで OK ですね。さあ、あとはですね、プレートをつけて、ボルト締めですね。はい、こうしてあげて、さあ、続いてはこのロックワッシャーですね。さあ、これをはめて、で、ボルトで締めます。はい、これで OK です。さあ、このね、ロックできるように、このプレートをね、押し上げたいと思います。はい、これで OK ですね。さあ、続いてはね、ピストンですね。はい、これをね、きれいにしていきたいと思います。ではね、ピストンリングもね、新しく取ってありますから、他のいらないパーツですね、これを全部外していきたいと思います。はい、一応これでバラせましたんで、このカーブをね、取っていきたいと思います。さあ、これでですね、ピストンの方が綺麗になりましたんで、続いてはですね、このリングをつけていきたいと思います。まあ、これは古いリングなんですけども、こちらにね、新しいリングが取ってあります。で、このリングなんですけども、この空いてる C 型のこの空いてる方ですね、はい、これに、ちゃんと向きが決まってます。このこちらですね、はい、サービスマニュアルでしっかりと、向きが合わせるように決まってますんで、それに合わせてリングをつけていきたいと思います。はい、これでですね、リングの方の装着が完了しましたんで、早速ね、このピストンをね、つけていきたいと思います。さあ、それではね、ピストンつけていきます。さあ、まあつけるのはね、非常に簡単ですね。さあ、これですね、ピストンの取り付けが終わりました。
さあ、それではですね、シリンダー入れていきたいと思います。はい、シリンダーのね、このオーリング、これを交換しますんで、新しいの入れていきます。はい、 OK ですね。はい、ここにもですね、はい、あのオーリング入りますんでね、新しいのに、変えておきます。さあ、それではですね、新しいガスケット入れていきます。まあ、これは社外品ですね、社外品のガスケットになります。はい、これで OK ですね。それでは、シリンダー入れていきたいと思います。さあ、それではですね、入れていきますよ。さあ、それではですね、これを止めたいと思います。これはね、ボルト2箇所ですね、これで止まってるだけですんで、さあ、これを使ってね、止めておきます。さあ、あとはドロップレンチでね、締めておきます。はい、これで OK ですね。さあ、それではですね、シリンダーヘッドつけていくんですけども、その前にですね、はい、この、リンゴをね、つけておきます。そしてここですね、はい、これ、はい、これがね、もうだいぶ破れて、傷んでましたんで、はい、こちらですね、新しいものを取りましたんでね、これと交換してつけておきます。さあ、はい、これで OK ですね。さあ、それではですね、このカブチェーンのね、このガードですね、これもつけておきますね。はい、もうこれはね、こう刺しとくだけです。さあ、あとはですね、これもまた落としちゃいけないので、もう一度ね、針金で止めておきますね。そしてこのガスケットですね、これを入れて、はい、これで OK ですね。さあ、続いてはこのヘッドをね、乗せていきます。さあ、それではですね、シリンダーヘッドを止めていきたいと思います。さあ、ガスケットはですね、新品のものを取りましたんで、これをね、交換してつけていきたいと思います。さあ、それではですね、トルクがかかるところぐらいまではね、手で締めていきたいなと思います。さあ、ここからですね、慎重に締めていきます。締める順番は決まってます。ここは1番、2番、3番、4番ですね。それから、こちら1番、2番、3番、4番、5番、6番ですね。この順番で、順にね、2回ぐらいに分けて締めていきたいと思います。さあ、これですね、締め付けの方は OK ですんで、続いてはですね、このカブチェーンですね、こ
これを固定していきたいと思いますんでですね、これですね、これをつけていきたいと思います。さあそれではですね、この圧縮上視点を見るために一応借りてですねカバーの方がつけました。これでね今上視点の方が出ていますね。はい、これだな。はい、これ大丈夫ですね。はい、なのでこの状態で、このここのラインですね、ここがこの三角のところに向くように、つけていきます。はい、これでですね圧縮上視点の方が合いましたんで、これでね一旦ねボルトで止めておきます。はい、これで OK です。さあそれではですね、クラッチのプッシュレバーつけていきたいと思います。さあ、あとここをねボルトで留めるだけですね。ちゃんとこのガスケットも交換してあります。はい、これで OK です。さあそれでですね、カムチェーンテンショナーつけていきます。ガスケットもね交換しておきますね。はい、OK ですね。さあそれではですねバルブクリアランスを見ていきたいと思います。こちらですね、このインレット側、これがね、バルブクリアランスが 0.05mm から 0.09mm になりますんで、まあ、このシックネスゲージの、まあ、中間ぐらいですね、この 0.07 これで合わせておきたいと思います。はい、こっち側は OK ですね。それではね、エキゾースト側やっていきたいと思います。さあ、それではですね、エキゾースト側もやっていきたいと思います。エキゾースト側は、0.15 から 0.19 になりますんで、この僕が持っているこのシックネスゲージですね、これは 0.15 になりますんで、これで合わせておきたいと思います。はい、これでですね、エキゾースト側も OK ですね。さあそれではですね、この辺の作業が終わりましたんでね、カバーをつけていきたいと思います。カバーもねしっかりと塗装終わってますんでね、これをつけていきます。はい、ここでですねオーリングもねしっかりとね新品に交換しておきますね。
はい、全てのねカバーの方が取り付け終わりました。さあそれではですね、こっち側のねクランクケースカバーつけていきたいと思います。中の電装の方は、しっかりと組み付け直しましたね。はい、まあ組むだけなんで、とりあえずね、作業道具はカットしましたけども、しっかりとこのネジですね、全てにネジロックが指示してありましたんで、ネジロックつけて締め付けておりますんで、これをつけていきたいと思います。まずはですね、ガスケットですね、これをつけていきます。さあそれではいきますね。さあそれではですね、ボルトで締め付けていきます。さあそれではね、トルクレンチで締めていきます。はい、これで OK ですね。さあそれではですね、インテークマニホールド、これをつけていきたいと思います。これがね、古いやつです。なんかね、コーキングみたいなものでね、だいぶ蓋してあったみたいで、多分もうダメだったんだと思います。なので、こちら、はい、社外品になりますけども、新品取りましたんでね、これをつけたいと思います。はい、これで OK ですね。で、あとここですね、これ不圧式のコックの場合ですね、ここから空気を吸い出すんですけども、このセロにはありませんから、こういったキャップがついてましたんでね、これももう一回つけておきます。はい、これで OK ですね。で、まあこの辺はね、またキャブレターの時にもう一回見ますけども、さあこれですね、バンドをつけておきます。はい、一応これでね OK です。さあ、あとクラッチ側のここの部分なんですけども、まあ順序としては本当はね、ここ先に組むべきだったんですが、これやらないのにはちょっと理由がありまして、キックをね後付けしたいって多分最初の方に言ってたと思うんですけども、その作業をちょっと別撮りで撮りたいんで、とりあえずこの状態で一旦仮で、クランケースカバーつけてエンジン積んでからここの作業やっていきたいと思いますんで、一旦ここは、次の動画に飛びますんで、ここはとりあえず仮で蓋だけしておきます。さあ、もうガスケットもつけないでネジでね、軽くだけ締めておきます。はい、これでですね、セロのエンジン完成です。ということでですね、無事エンジンの方が組み上がりました。はい、まあ、正確にはクラッチの方ですね、この辺が組めてませんから、完璧とは言いませんけども、ここに関してはキックをつける動画をね別で作りたいので、その時にもう一度見ていきたいなと思います。クラッチ板もね交換しておきたいんでね、はい、その辺も含めてやっていきたいなと思います。はい、で、中の内燃機関のこの中っていうかエンジンの中ですね、はい、特にね問題なく、摩耗も少なかったかなと思います。はい、シリンダーの中も綺麗でしたね。で、ピストンリングもまあちょっと摩耗あったと思うんですけども、まあ、新品に交換してありますんで、問題ないかと思いますし、バルブの方もですね、まあ、ちょっとクリアランスの方が、ちょっと狂ってたと思いますんで、その辺も調整し終わりましたし、バルブシールですね、その辺も交換してありますんでね、オイル下がりかな、はい、その辺問題ないかなと思います。はい、あとまあ気になったところっていうのは特にはなかったので、これで問題なく作動して走ってくれるんじゃないかなと思います。で、あ、そうそう、あと大きな問題点ですよね、セルモーター、はい、この辺が、うまく作動しておりませんでしたんで、まあ、これはまたエンジンとは別の部分になりますんで、セルモーターに関してはですね、また改めて、動画を撮ってちょっとオーバーホールしていきたいなと思います。
で一応まあ前回もお話ししたかと思うんですけども、一応中古のですね、セルモーター、実動で動いてたセルモーターを、入手しておりますので、その辺をね一応バラして、ブラシ交換してきれいにして、これに組み付けて一回エンジンのね始動を見ていきたいなと思います。はい、まあその他は、問題ないかと思いますので、次回はですねこれをですねフレームに組んで、でフレームにフロントフォーク、それからスイングアーム、その他諸々をつけて、タイヤつけてですねしっかりと自立できる状態にまで持っていきたいなと思います。はい、ただねまあそこからまだまだあります。はい、今回に関してはあの、ブレーキとかねその辺諸々もねオーバーホールしていかなきゃいけませんから、まだまだちょっとレストランに時間かかると思うんですけどもね、楽しみに、完成の方をしておいてください。はい、ということでですね今日の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします。はい、で、最近ですねまたツーリング動画ですね上げていっておりますんでね、その辺もぜひチェックしてみてください。でアムさんとケイちゃんとですねまた今年もいろいろと巡っていきたいなと思いますんでね、一応ねキャンプですね、キャンプができるまでのちょっとヒストリーみたいなのもね、作っていけたらなと思いますんで、ぜひ、興味のある方チェックしてみてください。それでは次回お会いしましょう。それではまた。